知性発達学者加藤陽平とインテグラルトレーナー相田渡がお送りする成人発達コラボラジオ。さて皆様、始まりました。第25回のですね、成人発達コラボラジオもどうぞよろしくお願いいたします。ではですね、渡さん、本日もどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。お願いします。前回からですね、今回にこうかけて、ちょっと今日はですね、冒頭はサイケデリクスと離れて、今日の、渡さんのゼミナールのお話、ありがとうございます。はい。ゼミナールでね、こうインテグラル論をこう取り扱おうとしておられる、ちょっとこの意図とかですね、今日実際にインテグラルの話してみて、どんな気づき発見とか、あるいは疑問点があったのか、これちょっとぜひ、もしよろしかったら、リスナーの皆様と私にも共有していただければと思うんですけど、どうでしょうか。ありがとうございます。この話題に触れていただいてと言いますか、まず私が今回から、自身が開催する、ゼミナールで、インテグラル理論を使おうと思った経緯、始めようと思った経緯というのが、このラジオの影響もすごく影響を受けているなという思いが一つあります。その一つがインテグラルトレーナーと名乗ってるっていうところですね。確かに、なるほど。名乗っておいて、領域としては確かにサイケデリックっていうところで、これまでのパーソナルトレーナー、フィジカルトレーナーが重きを置いていたであろう、右上証言だったり、または左上も若干こうあるかと思ったんですが、もうそもそもこのインテグラル理論を今の僕のこう主戦場である、パーソナルトレーニングっていう領域とこう一度は融合させておかないと、サイケデリックっていうところに飛んだ時に何かこう自分の中でこう刃こぼれがあるような気がしていて、一つ形として残したいなという思いがあって、スタートすることになりました。素晴らしいですね。なるほど。これは私も何でしょう、大賛成なのは、インテグラル理論をこう学ぶときって、やっぱりこの理論はいろんな学問領域とか理論実践を包括的にね、こうまとめ上げていくメタ理論なので、やっぱりご自身の専門領域や得意分野と絡めて、初めてこう効力を持つようなこうものなので、最初にいきなりサイケデリックスではなくて、ご自身の得意領域であるトレーニングとこう絡めたっていうのは、すごくいいステップだと思いましたね。ありがとうございます。いいですね、いいですね。でそれを受けて今日こうちょっとインテグラル理論を取り入れてみてどうでしょうかね、皆さんからの反応。まだ本当にこう概念にちょろっと触れて、4証言というのはなんとかです、ボディにも実は3つの領域がありましてねっていう風な、本当枠組みだけをこう、ちょっと提示させていただいた状態、でそれに対してすごいこう好感を示してくださったというか、興味関心を持っていただいて、そういったこう参加者の方にはこう意欲的な態度をこう見せていただいたら嬉しいなという思いがあるとともに、このインテグラル理論への知識の、なんですかね、もうボリューム総じてその全体量絶対量が少ない中で、無理くり喋ってるな自分っていうのをパーソナルトレーニングの領域だったらこういうふうにこんな展開でこういうふうに発話できるのにっていうのが、そこを比べてインテグラル理論の話してるからずっと気持ちが悪いです。なるほどね。これはでもあれですね、渡さん、いいですね。成長に不可欠な違和感というかもどかしさですね、これきっと。そうですか。こうやっぱり自分が得意なことをやってる最中ってそんなにこう違和感とかもどかしさってないと思うんですよ。知識技術がある分うまくいくと、どんな状況に対応できると。でもこれが知識や技術を構築している、とりわけ初期の段階って、やっぱりその赤ちゃんがハイハイしてこうつまずいたり、立ち上がろうとして立ち上がれなかったりするのと同じく、つまずき箇所って必ずあると思うんですね。で、結局学習や実践ってそういうつまずき箇所を見つけ、そこをこう修正していく過程でしか、これ発達、成長って実現しないんで、むしろこうしたもどかしさを感じられるっていうのは、これはもう本当に成長の道をちゃんと歩んでることのまさにその兆しなんじゃないかと思いますね。そう捉えれてなかったんで、
うんうん、なんか嬉しいなという思いとともに、そうか。うん、そうですね。これはもう本当に、最初のうちはそれは私も経験して、いましたし、またインテグラルはやっぱり奥が深いんで、じゃあ今そういうことはないかっていうと、うん、まあ、やっぱりそのインテグラルのいろんなこう概念、学び直せば学び直すだけいろんなまた発見がこうあるんで、はい、まあ、その都度を自分の得意分野と絡めてどんな説明ができるかなとか、そこから自分がまたどんな新しい実践を組み立てられるかなっていう、まあ、絶えずそれはやっぱり意識してますかね。ああ、なるほど。うんうん、いや今こう自分自身が例えばトレーニングの領域でいけば、自分が、例えば週末勉強会に行った内容、膝関節っていうのを勉強しに行きましたと、うん、でそれを勉強したからといって自分のクライアントさんに当てはめて考えたらダメですよっていうことは、よく自分自身も注意をしていたところだし、他のスタッフの人にも伝えていたところなんだけど、うん、いざこのインテグラル理論の話となった時にはもう自分が知ってる道具ばかりを振りかざして乱発している自分もいるので、うん、ちょっともう情けないなって思いが、溜まっていくような感覚ではあります。おー、なるほどな。またこの話で捉えようとしてるよって。インテグラル理論ってもっと他のもあるでしょっていう。うんうん、でも使えないっていうか。なるほどね。まあ、でもこれも、何でしょう、何回もこう活用することによって馴染んでくるものっていうのがあるのと同時に、まあ、何回も使うことによって初めて見えてくるその隣接概念とか、あるいは全く飛躍した概念とかもこうあるんで、最初のうちはまあ本当にもう繰り返し同じ説明を違う現象とかにこう照らし合わせながらやっていくっていうことは、私はすごくいい実践だと思いますけどね。むしろ1回きりしかその概念を使わないっていうことの方が私は怖いなっていうふうに思いますね。それは自分の理解も深まらないし、聞いてる人も理解は深まらないと思うんですよ。たった1回しか聞かないと、うんうんうん、その概念。はい。うん。ああ、そうか。そうなんですよ。まあね、これはもともとインテグラル理論でよくウィルバーも言及してるのが、ポーランド系アメリカ人の哲学者、はい、学者であったアルフレッド・コージブスキーの言葉ですよね。はあ、The map is not the territory っていう、地図は領域じゃないっていう、この名言はやっぱりすごくこう大事で、はあ、地図と実際の土地って違うんだけど、でもやっぱ地図って見れば見るだけそこに発見がこうあるし、でその地図の発見事項を語る、でそして実際にテリトリーに土地を歩いてみる、このやっぱ両方がこう大事で、やっぱもう土地をちゃんと歩くっていうことと地図を絶えず見ていくっていう、そこの両方が私はすごく大事かなって思いますね。特にこのインテグラルっていうか化け物を理解するときにも化け物ですよね。これなんで化け物になってるのかっていうと、やっぱり今僕が思うにこう理解した後に体験までして、さらに腹落ちまでできてようやく語れるような、なんかこういろんなステップを踏まないと語りづらい理論概念なのかなっていうふうにこう感じます、うん、そうですね。特に、まあ、このウィルバー、この提唱者のウィルバー自身が、まあ、4証言といえど一番左上証言というものにフォーカスをしているっていうところが私はその理由かなと思ってて、左上証言というのは個人の内的現象を扱うんで、つまりここ直接体験がないと非常に理解が難しいものたくさんあるんですよね。例えば瞑想やってますかとか、ちゃんとシャドーワークやってますかとか、これシャドーワークと霊的実践としてのメディテーションとかをしてない人はもうウィルバーのインテグラル論をやっぱりもう完全に見損なんでしょう、見損なうじゃないですね捕まえ損ねると思います。はいはいはい、もうやっぱり左上証言というのはこれクリティカルなので、そこの実践をちゃんとやってますかっていう、その直接体験があって初めて段階理論の理解もできるし、シャドーワーク、シャドーって何ぞやも理解できるし、無意識って何ぞやっていうのも理解できるんで、まあ、メディテーション実践とそれからねシャドーワークをしてない方はこれはちょっともうインテグラル論の、うん、なんか入り口に入るのは難しいんじゃないかなと思います。なるほどな、うんうん、で私もそこからもう入りましたからね、うん、ウィルバーの演技をやった瞬間にあこれやばいと思ってシャドーワークと座禅を組む、うん、この実践はもう必ずセットで入れました、うん、はあ
座禅の時間をちょっと僕も取り入れないといけないな。もうなんか思い立ったように、こう、ちょろっと座る。本当こう、なんていうかね、ルーティン化してないですね。僕の場合は。なるほどね。まあ、これあ、そういえば最近してないな、ぐらいの。なるほど。位置づけの重要性の。はい。まあ、本当にこう最初のうちって結構現代人にとって10分15分とか取るのとか30分取る大変だと思うんで、私は本当に1分間でもいいので、はい、呼吸法と合わせて行うっていうのがよくて、それだったらば例えばアニマルフローの前とか後で1分だけ取る、それで私はかなり最初のうちは十分だと思いますね。15分間、うん、あやべ座禅やってなかったやろって思って焦ってやる15分の座禅と、アニマルフローで体を整えた後の1分間の座禅、メディテーションって、私は後者の方が効力があるんじゃないかと思います。そっか、あーうんうんうん、あそれでいいですね。はい、そう、多分時間じゃなくてやっぱ質っていうのがすごく大事なんじゃないかなと。でもちろん最初のうちはいろいろね、その量から質に転化する上で量をこなすって大事だけれども、私はもう最初からその1分3分間の高い質のものをやっていく。例えばゼミナールが開始する1分前とかは、やっぱ呼吸を整えるにちょうどいい時間だと思うんで、その1分間でちょっと目を閉じて呼吸に意識を向けてやる。これもちゃんとした霊的実践、かつ呼吸法が重なってるから身体実践になりますよね。そっか、そういう、ですね。あと私が一回やってたのは、ランニングともものすごく相性が良くて、ランニングの後かな。やっぱそこはもう、公園でベンチに腰掛けてでもいいし、整理体操して風を浴びながら目閉じて1分間3分間、これだけでもやっぱ十分かなっていうふうに思いますね。そっか、それも一つの瞑想ですよね。そうですね。なるほど。そう。あと渡るさんがね、この間までいた大分だったらば、サウナなんて最適ですよ。私サウナに入りながら、あこれはもうやばいメディテーションできるなと思って、サウナに入りながら1サイクルの 10分か8分間、かけ3で24分間ないし30分間のメディテーション、サウナとセットでやるってやってましたからね。はあ、なるほど、そうか、そういう仕方か。そうですね、そうそう。やっぱりこれも実はメディテーションってそんなに難しい実践じゃなくて、なんか皆さん大きく捉えがちなんだけど、とにかくこれって心を落ち着かせて自分の内側に意識を向けるっていうことそのものが、私はメディテイト、メディテイトってもともと自動詞で熟考するって意味なんですよね。内側に意識をこう深く向けていくっていう意味が派生しているので、はい、今述べたようなちょっと意識的に内側に目を向けるっていうこと、日常を挟んでいくっていうのがいいんじゃないかと思いますね。それだとやりやすいんじゃないかと思います。めちゃくちゃやりやすい。あ、これはすぐにでいい。もう今日からこの後から、またはこの本編とですね、振り返りの間にでもできそうだ。できますね。いや本当そうですね。そうで、これもまたさらにここからこう瞑想実践を意識的にやっていくと、日常のありとあらゆる行為がメディテーティブなものになっていくっていうね、これがまあ目指すところですよね。話すこと、そうか、食べること、歩くこと、ね、呼吸すること、寝ること、全てがこうメディテーティブになっていくっていうのが、まあ一つ理想の境地ですかね。うわー、そうか、うん、というのがまあメディテーションの、はい、実践で、デビルバーが口を酸っぱくして言ってるのは、メディテーションだけして終わるなよっていうね。メディテーションだけ、メディテーションと何を組み合わせないかと、組み合わせないといけないかというと、シャドーワークなんですよね。メディテーションだけでは心の成長って実現せず、心の闇の部分ですね、はい、影の部分を見ていかないといけないと。メディテーションではそこを見ることは難しいというか、もちろんいろんなもの浮かび上がってはくるんですけどね、はい、でも、はい、シャドウを見ることはメディテーションの本意じゃないんで、シャドウワークとメディテーションワーク、これやっぱもう両方日々の生活に入れていくと。なるほどですね、ですね、これは実践します。はい、では何か渡さん、その他にどうでしょう、インテグラル関係、ちょっと今日のセッション。そうですね、インテグラル理論、なんかどうしてもこうインテグラル理論の話と精神発達理論っていうのをなんかこう紐つけて話したいんだけど、全くこうどこを書い、
切り取って、うん、こう組み合わせていけばいいか。きっとインテグラル理論の中でも生前発達理論っていうのは大事な位置づけとされているんだろうけど、うん、そのこうこの2つの理論をこううまく融合させた話をこうしたいなって思うけど、全くこう独立し合ったまんまになってるというか。なるほど、いい気づきですね。うん、確かに。まあでもそれができるようになるっていうのはもう本当ね、ある種面と面を組み合わせて立体を作れるようなもんなんで、ちょっとまあ少しステップは先になるかもしれないけど、はいはい、そうですね。ただ面を作っていくっていうことのヒントでいけば、小田さんのおっしゃる通り、はい、成人発達論はインテグラルの一つ大事な、まあ、最も重要と言ってもいいぐらいのコンポーネントなんですね。じゃあどんな観点でっていうと、もう端的に述べれば垂直性なんですよ。例えば4証言ってものを考えた時に、どの証言にも全部階層構造垂直性がこうあるんで、垂直次元の話をすると、はい、例えば今日の渡辺さんのゼミナールの中でも実は発達論の話出てたんですよ。え、どこでっていうと、ボディの話なんでっていうと、ボディはグロスサトルコーザルというこれ階層構造になってるんで、もう実は発達論の話してるんですよ。そうなんだ。そうです。なのでここはもうとにかく4証言を話すときに、まあ、別に無理に階層構造とか垂直性の概念入れなくてもいいんですよね、最初のうちは。ただなんか深みが見えたり質的差異が見えたら、それはもう成人発達論、発達論を扱ってることになるんで、垂直性は、ね、なるほど、ははは。そう、 4証言見てて平面なんだけど、ちょっと上から見て高さが感じられたら、それはもう発達論にちゃんと触れてる証なんで。うわ、すごい。そうなので、渡辺さん自信持っていただいていいと思います、今日のグロス、サトル、コーザル。ありがとうございます。これはなるほど。そうですね、それはすごく大事な。あとね、アニマルフローの実践の話今日ゼミナルでされてて、いや私そこからちょっとヒントいたのが、アニマルボディ、アニマルマインド、アニマルソウル、アニマルスピリットね。あ、これ全階層を寛容していく実践だなってちょっと思ってて、これも今のも発達論の観点ですよね。ボディ、マインド、ソウル、スピリットのように、なんか階層性とかちゃんと違う次元が違うものが捉えられたら、これちゃんと発達論に触れてることになるん で、そういう気づきを小さく小さく毎日していくと、インテグラル論と発達論を絡めた話がもう縦横無尽にできるんじゃないかと思いますね。うん、うわ、できるようになりたいし、そういうことが階層性っていうことでいけば、これでもあのカート・フィッシャーのスキル理論の話の階層性自体も、この成人発達理論という垂直性を物語ってる一つということなんですか？うんうん、もちろんです、もちろんです。もうフィッシャーもキーガンもクック・グロイターもビルト・オーバーとも100何人ぐらい発達論者がいるんで、それ彼らの理論にこう触れれば、発達論に触れてることになるし、別に彼らの理論じゃなくても、いろんなヨガの伝統の階層構造、マインドの階層構造ってあるし、それ、それって今の話、意識の話ですか、無意識の話ですかって、これ意識、無意識も、意識における階層構造なんで、まさにユング、フロイトが使ってる発達理論なんですよね。そういうことか。そうです、そうです。あ、こんな応用というか、他のところにも照らし合わせれるんですね。そう、なんか、なのでもう結構シンプルなんですよね。もう、ありとあらゆるところに、こう発達理論というのが存在するというか、むしろ階層性、垂直性がない現象というのはないんで、うん、例えばトレーナーの方にインタビューして、トレーナーの初期から今にかけてどんなプロセスがあったのか、そこに見られる発達課題っていうのはまさにその人の垂直的な歩みに他ならないんで、発達の話だし、発達の観点からより紐解けるんですよね。いや、そうか、渡辺さんが、はっ、そうかってちょっと、いや、ラジオ上はお顔がね、ちょっと見えないんで、ちょっと今、真面目な顔なのか、いやらしいお顔なのか、どっちなのかな。いやらしい顔ですか、いやらしいお顔。見えないのが残念です。これはね、ちょっと早速次回から楽しみになってきます。いいですね、いいですね。もう一度インテグラル理論っていうことにこう、うん、中途半端なままずっと来てたので、なんかやっぱりスッキリしたいですね、このあたりから。そのね、問題意識を持てるってことがやっぱ本当に素晴らしくて、基本的に私そういう問題意識をちゃんと持ってる日本人の方ってほとんどいないと思うんですね。で、あのやっぱ翻訳書を読むだけでなんか理論分かったような気になってしまって、やっぱそこで止まってしまってたらすごくもったいないなと思ってて、ドトレさんもね、
基本的にインテグラルな政治発達論の、まあ、日本語で手に入るものを今もうやっぱりすでにお持ちで、でもなんかこうまだ気持ち悪いなとか、やっぱこの問題意識ってやっぱり大切にしてほしいなってやっぱり思ってて、それを持ち続けるからこそ、まあ、さらにもう一段二段も深い理解を獲得できるじゃないかなって思いますね。うわ、そう言っていただけると嬉しいですが、僕も今抱えているさまざまな問題って全てこういう状況が同時に起こってきてるような感じがして、うん、うん、いやもうそれは和田さんですよ、通称カオスメーカーこと加藤陽平のせいかもしれないですね。かき乱しますから。いろんなもの大量にね、もうあの津波流すかのようにたくさん届けしますんで、かき乱すの得意ですよ。カオスメーカーと呼んでください。カオスメーカーすごいですね。ゲームメーカーとかじゃないですか。そうそう、カオスメーカー。でもね、カオスにならないとコスモスが生まれないんですよ。うわ、そう。これがね、実はもうやっぱこれも発達上の鍵なんですよね。カオスから、混沌から秩序へ、混沌から秩序への、これ繰り返しなんですよ、発達って。うわ、で、まあ今日ちょっと少しね、本編でも扱うサイケデリックスの話でいけば、前回シロシビン扱いましたけど、あの、はい、シロシビン研究で、あの非常にこう、有名なあの研究者として、これあの、How to Change Your Mind も出てきたかな、出てこなかったかな、あの、インペラルカレッジロンドンのロビン・カーハート・ハリスっていう、まだ40歳前半の、めちゃくちゃ若い研究者が述べてること、はい、これやっぱ白シビンとかって脳を一旦脱組織化してカオスに引き込むんですね。で、そこからまたリオーガナイズさせるところにヒーリングとトランスフォーメーションが起こるんですよ。なのでやっぱりそのカオス秩序って鍵 でサイケデリックスはそれを引き起こすんですよ。なるほど、このデフォルトモードネットワークっていうことか。そうなんですよ。デフォルトも今じゃあサイケデリックスなしに加藤先生から僕はしていただいてるんですね、これを。そうです、インフォメーションの観点からもうあのとにかくカオスを作ると、でいろいろ背中を押したり時にはちょっと押しすぎたりしてカオス状態にするっていうね。いやいや、うん、それがカオスメーカーの役割だし、それがコスモスメーカーになるんですよね、本当に。いやーすげえ、うん、そうなんですよ。ありがとうございます。ですねですね。じゃあちょっと少し今日の本題に移っていきましょうか、渡辺さん。はい、お願いします。ではですね、今日は、MDMA とメスカリをね、ちょっとこう扱う予定だったわけですよと。うんうんうん。で、ここもちょっとどうしましょうかね。冒頭 MDMA について、ちょっと私の方で歴史とかを紹介させていただくところから出発しましょうか。どっから出発？あ、ぜひ。簡単にじゃあちょっと行きましょうか。はい、お願いします。はい、それでいくとですね、まあ、とにもかくにもレギュレーション上の話ですね。まず MDMA はこれも禁止ですね、日本では。いや、そうですね。日本ではっていうよりも、はい、MDMA はやっぱ世界各国見ても基本的にスケジュール1であの違法なものにくくられてるんですね、うん、でしかしながらなんですよ。しかしながらあのとりわけこの近年かな、MDMA のやっぱ医療効果の研究が進んできていて、 MDMA をスケジュール1じゃなくて例えばスケジュール2に戻す運動だとか、例えば MDMA を大学院の研究機関で、セラピーとして提供するっていう動きがこうあるんですよね、はい、ちょっとその現状をまず押さえていただければなと。で、前回シロシビンの話をしてたと思うんですけど、そして最初が LSD でしたよね。MDMA って実は LSD よりも歴史は古いんですね。おお、そう。あれ、そうなんだ。LSD は、1938、ないし1943年に作られましたねと。はい、今から80年、うんうん。で、MDMA って、もともとはドイツの化学メーカーであるマーク社ですね。まあ、日本語だったら、カタカナだとメルク社っていうんですけど、そこで初めて合成されたんですよ。おお。で、科学者はこれうまくあのトライアルで作れたんだけど、メルク社自身があの別に関心持たなかったんですね。なので製品化に至ることなくて、そこから数十年間ずっと忘れられてたんですよ。数十年間っても50年間忘れられてたんですね。長いですよ。で、50年経った時に、まあ、元、まあ、アメリカのもう大手あの科学会社のダウですね、ケミカル、ダウケミカル社の化学者であった
アレクサンダー・シュルジンですね。ちょっと日本語だとシュルゲンって言われてるかもしれないですけど、はい、シュルジンっていうのが弟としてたし、シュルジンが偶然 MDMA を再発見したんですよ、研究所の資料から。で、彼はアメリカにおける麻薬取り扱いの資格を持ってたんで、レギュレーションにのっとりながら化学物質の合成をしたところ、うまく再合成できたんですね、合成できたと。だから1965年が、まあ、ある種 MDMA が再発見されてっていう、まあ、ある種記念の年だったんですね。でそこからちょっとずつこう時代が、あ、そこからもうちょっと話をさせていただくと、今心理療法で使われてると話しましたね、セラピー。はい、で実はシュルジンが発見した時に、当時彼はベイエリアにいて、まあ、晩年までベイエリアにいたんですけど、心理学者のレオ・ゼフっていう方に MDM を紹介したんですよ。ゼフが使ってみたところ、あ、これはサイコセラピーへの応用ができるなっていうところで、実は MDMA はかなりそのベイエリアのセラピストたちがこぞって使っていったと。なるほど。そうなんです。しかしながら MDMA も LSD に含めてご多分に漏れずですね、ニクソン政権の、まあ、こう影響を受けてですね、まあ、禁止薬物にこう指定されてしまったと。まあ、しかしながら現代ではですね、とりわけあの PTSD 等トラウマ治療に、もっぱら活用されるようになってきて、まあ、アメリカはもうこれが一番結構社会問題ですよね、はい、特にこうアフガニスタンとかから帰ってきた兵隊さんの、そうですね、そう PTSD がやっぱり一番深刻なんで、そこにこう MDA の効果が認められた、認められていると。なので医療目的の使用がアメリカではですね、今こうかなり注目を浴びているっていうところ。そしてもう一個だけ情報を付け加えると、実は世界でアメリカよりも早く MDMA をこれ医療目的で合法化した国があるんですよ。へー、どこだろう。 それがどこかというと、へーっていいですねなんか番組やりましたねへーって昔番組やりましたねこのモノマネありがとうございます。いち早く合法化したのは医療目的でね、オーストラリアなんですよ。ちょうど今年の2月に、うつ病に対してはシロシビンマッシュルームを医療目的で合法化して、で、PTSD に関して MDMA を使うっていうのが医療目的で合法化されたのがオーストラリアになります。え、これがちょっと今年ですか。今年、今年です。今年の2月、6ヶ月7ヶ月前ですね。そうなんですよ。でこのあたりはやっぱそうですね、オーストラリアで、多分まあ次アメリカ、イスラエルとかかな。やっぱこのあたりも兵隊さんがね、ちょっと PTSD 一番こう被害を被ってるのは国々ですけどもね。うん。まずは PTSD の治療のところかな。うん。そうですね。ちょっとここまでのところ、渡さんどうでしょう。ご自身の学習されたことと絡めて、何か追加のお話とか、疑問点とかどうでしょう。いや、今ちょっとこう気づいたところでいけば、この PTSD と MDMA、こうセロトニンのこう働きかけと関係しているところでいけば、こう PTSD の方をちょっとあの見ていかないとなっていう、こう課題感を持ちました。つまり、うんうん、PTSD によってなんかセロトニンがなんかこう遮断されてしまうのか、うんうん、またはこう受容体がこう、うん、壊れてしまうのかとか、うん、なんかこう MDMA 側だけじゃなくて、こう PTSD 側も知らないと、これなんかうまく喋れないような気がしてきましたというところですね。確かにそうですね。これはまさにこれ、それこそね、かなり精神科医の分野かと思ってて、まさに私もこれはそんなに詳しくは知らないんですけど、でもおっしゃる通りで、やっぱり PTSD のメカニズムをちゃんと分かんないといけないですね。特に脳とその生理学的な側面で、やっぱり MDMA っていうのは基本的にはセロトニンを大量に放出させるような物質なので、 PTSD はやっぱ脳内として、はい、セロトニンがうまく放出されない、受容体機能が弱まっている、うん、そうした問題がやっぱあると思いますね。そうですよ、ね、そうですね。でやっぱりその背後にはその身体の防衛反応、それがセロトニンを多分うまく放出させなかったり、うん、受容体機能を弱めてしまうことになってるんじゃないかなと。つまり身体反応として、戦争地域で爆音とかを聞いてやり、あるいは誰か仲間が殺されてるのを見たとかで、身体が防衛反応して、神経がやっぱりこうその情報をセロトニンの方にこう送って、なんかそこで障害を起こしちゃうんでしょうね、うん、多分きっと。このあたりはちょっと私も専門家じゃないんで、そこはまだ分かりませんけど。いや、まあでもこの MDMA っていうのがこう
シンセティックという言葉でしたっけ、人工物、ね、人工物ですね、うん、うん、がこういった PTSD に効果的になるっていうのは、こう今まではこうナチュラルなものだから、うん、それは人間の働きかけにそれは効くでしょうっていうふうにもう勝手にこう解釈したくなるような、うん、まあなんていうんですかね、こうナチュラルなものはいい切断にこう乗っかってしまいそうな自分もいたんですけど、うんうん、この MDMA っていうのもまあ一つのもう治療、医療または薬としての側面が強くあるなっていうふうに今感じています。その通りですね。多分きっとこれは私はやっぱりその治療目的で活用するっていうのが本義なんじゃないかと思ってて、残念ながらこれは基本的には、うん、例えば日本で違法なのはよくね、芸能人とか捕まるのはレクリエーション目的で使っちゃうんですよね。で、はい、やっぱりそれは私は結構また後ほどちょっとリスクを紹介しますけども、やっぱり MDMA の人工物っていうのは、まあ、私たちがこうサプリメントを取る、サプリっていうのはあれ人工物じゃないですか、自然物から抽出される人工物なんですよね、はい、で MDMA もこれ元々は、うんうん、あのシュルジンって何の自然物から MDMA を合成したか、私さんご存知です？わかんないです。いや、見たっけなと思って。いや、今ちょっと記憶もないなと。そう。あれ？ちょっとどっかに行きそうになってました。うって。あれ？先生からいただいた資料で載ってたのかな？載ってないですね。ちょっとそういう応用的な話も、応用的な話も。そうなんですよ。実は、これ、サボテンのエキスのメスカリン、今日ちょっと後半で扱う予定のメスカリンなんですよ。なんと、あ、ちょっとっ、あ、だから化学式が似てるっていう話、あ、そうそうそうなんですよ。あ、うん、そう、あれでも MDMA とメスカリンって、あ、そうなんだ。そうなんですよ。でこれって、まあ、実はあの面白い話がこうあって、やっぱその化学式着想を得てたんでしょうね、うん、で、はいはい、アレクサンダー・シュルジンにせよ、実はあのメスカリンに魅せられた哲学者科学者たちって結構いるんですよ。なんですかそれは。例えば、うん、実存的哲学者 の, あのジャン・ポール・サルトルね、オートで言うサルトル、それから「知覚の扉」っていうまさに書籍で有名なオルダス・ハクスリー等々を含めて、はい、あの彼だって最初のサイケデリックス体験でメスカリンなんですよ、シュルジンも含めて。へえ。で、シュルジンはメスカリンの体験に衝撃を受けて同種の化学物質を開発した、結果 MDMA が生まれたんですね。でオルダス・ハクスリーはメスカリの摂取の後、シロシビンマッシュルームや LSD の摂取を通じて意識の探求に乗り出していったと、うんうん、なので結構この、 あの MDMA とあのメスカリンってあの話はつながるんですね。しかし効果は全然違うんですよ、うん、そう、どっちかっていうとメスカリンはシロシビン LSD 寄りなんですよね。はい、つまりハルシオジェニックな力がこうある、ビジョンを知覚をさせる力がある、うん、一方 MDMA はそういうビジョンを知覚させるっていう力はあまりなくて、セロトニンを放出させて身体感覚にまあ働きかけていく、うん、まあ、通称あの共感を共感剤って言われてるようなね、エンパシー、はい、エンパシーをね強めるような力を持ってたりもするんで、うん、働きかけの効果は違うんですけどもね、ただ着想を得てるっていうのは面白い話ですよね。そうですね、これがあのサボテン、え、ペヨーテから取れる、うんうん、この材料って言ったらあれだな、なんていうの、成分としてのってことですよね。そうそう、うん、その通りですね。メスカリンはペヨーテとサンペドロから摂取できるものですね、成分。そうかそうか、うんうんうん、でペヨーテっていうのがまさになんかあのつぼみみたいな可愛らしい丸っこいやつで、うん、サンペドロっていうのがまさにサボテンみたいな感じですね。はい、でどっちも日本で栽培しても OK なんですよ。ちょっとそうなんですよ。またで実際にこれ観賞目的で栽培してる人たち結構たくさんいるんですよね。しかし使用食べちゃダメなんですよ。なんだそれですか。一体まあその観賞目的、それはまあ観賞ずっとするかもしれないしね、サボテンとか寿命長いから。でも、はい、それ一体警察はいつ捕まえんだろうねと思いますよね。そうですね。どのタイミングで接種してるとか分かるって話じゃないですか。そう、でも一応そんな法律になってますね、うん、これだからもうあの世界各国見て何かこういう高次元の意識に入るっていうことそのものが犯罪化されてしまってる問題点、これはねサイケデリック研究者も指摘してるんですよ、その問題を。そっか、うん、
それこう封じ込めたいその規制側の意図っていうのはどんなところにあるとお考えですか、先生としては。これはもういろんな、例えばテレンス・マッケナとかも述べているように決まりが悪いんですよね、はい、支配者からすると。なんでっていうと、支配者が包囲している包囲網枠組みに気づいちゃうからなんですよ。それだけ知性が、認知が上がる、認識の枠組みは変わってしまうんで、今の社会体制を揺るがすようなアクションに出かねない、それからそういう発想を持ちかねないんで、危険視してるんですよね、認識の枠組みがこう変わってしまうのが。そうか。そう。だから米国大統領とかすごく面白いですよ、うんうん、米国大統領で基本的にはサイコトロピックドリンクをよく飲んでるっていうね話あるんですけど、彼らは自分では飲むんだけど、一般人には飲ませないですね、簡単な話反旗翻してほしくないから。そうですね、ジョン・F・ケネディとかよくサイコトロピックドリンクカクテル飲んでたのは有名な話ですし、でもちゃんとニクソン以外はあんま封じ込めには出なかったけどね。そうそうそう。あ、そうですね。そうなので、その支配者にとっては一番都合が悪いっていうのは一つ大きなところだったんじゃないかと思いますね、まず。そう。でもそれ以外の観点では、例えば MDMA とかだったら人工物なんで、これやっぱりそのまがいもののリスクとかもたくさんあって、あ、そうですね、これ一番問題です。安全とか健康の問題ですよね、公衆衛生上の問題で。そう、うんうんうん、MDMA って、まあ、これはどうしようかな、ちょっとあれなんですよ、まあ、もうウィキペディアで、まあ、情報書いてるんですけど、アレクサンダー・シュルジンの、はい、二大図書ですっごく有名な本があって、ピーカオとシーカオっていう800ページの分厚い本があるんですね。ほうほうほう。でこのピーカとシーカオっていうのが、そのアレクサンダー・シュルジンとその奥さんアン・ショルジンの2人の教授なんですけど、前半部分が架空の登場人物2人の研究者のラブストーリーで、この自然物のドラッグの話が展開されるんですよ。で後半部分がシュルジンが発明したサイコアクティブな200種類の化学の作り方、化学物質の作り方、ほんと細かく書いてますね。でこれは基本的に粉書レベルなんですよ。でシュルジンもそれを恐れて、粉書もう焼かれちゃうんで、それを恐れてとにかくみんな読んでくれって一般普及して頑張ったってね。でもこれって例えばピーカーの方かな、これ1991年なんで、ひょっとしたらオウム真理教の種本になってた可能性もあるかなって思うぐらい。やばいな、なるほど、ね。ピーカーは1991で、確かシーカーの本があれですね、1997ですね。だからオウム後ですね。はい、オウム前は91のピーカーの方なんで、これは LSD の作り方とか、確か今朝もちょっとちらっと見てましたけど、載ってるんで、修士レベルでケミストリーの修士号持ってたら作れちゃうんじゃないかと思いますね。下手したら高校生で科学の知識独学してたら作れちゃうんじゃないかなっていうぐらいの本ですね。うわ、そう、そんなこれでも、うん、そっか。いや、今回のこの本編の冒頭に戻れば、これ垂直的なものが掛け合わせられてないとやっぱり危険ですね。危険ですね、危険ですね。そうなんですよ。だからこれをやっぱ作るとしても、倫理の発達段階でどれくらいですか、化学の発達段階どれくらいですかとか、もろもろたくさんあるんですよね。そうそうそう。でも自分が倫理や化学の知識めちゃめちゃ高度なレベルで持ってたとしても、じゃあそれを製造した製造先の販売元がどれだけ倫理を持ってるかとか、ディストリビューションネットワークの質って分かんないから怖いんですよね。うわ、問題ってそんなに簡単じゃなくて、だって今本当に MDMA って通称エクスタシーって呼ばれて街角とかで売られてるものなんてもうやばいっすもんね。確かこれ2007年の調査を見ると、一般流通してる MDMA のわずか 3% だけが純粋な MDMA ってね。やばい、もうやばいやばい、これもう危なすぎ。あとの 97% は、まあ、まだいいものはカフェインとかちょっとそういうものが入ってるんですよ。でもまだマシなものはね、でも他のものは本当にやばいようなものと MDMA 混ぜたりするんで怖いっすよね、本当。まあ、だから私も生涯まだ MD を一回も摂取したことがなく、今後摂取したとしても大学院でトライアルの時ぐらいしか多分ないなと思います。ああ、そう、私もないです、これは。さすがに
ちゃんとこれ違法ですから。流通もかなり選定しないとですね。そうですよね。そもそもね、そうなんですよ。でもね、これまた面白いファクトがあるんですよ、渡さん。ほうほう。そんな 3% の、純粋なもの、97% まがいものなんだけど、2000年の、はい、私イングランドとウェールズの死因データ見たんですよ。このサイケデリックスといろんな出来事と絡めた死因データ見たら、うん、驚くことに2000年のデータですけどね、一番死者数が少ないのが解熱鎮痛剤のアスピリンなんですね。それが数人なんですよ、もう莫大な人数の中の。で次になんと MDM がもう来てるんですね。でたった数人から数十人なんですよ。でその次に来る死亡の数が不良の事故とか自宅でのね、足滑らして転倒とか。あ、もうそっかそっか。その、あ、え、全ジャンルの話ですか。そう、ほぼほぼ全ジャンルです。おー、はいはいはい、うん。だからアスピリン、MDMA、自宅での階段転倒、お風呂でこける不良の事故、はい、で、抗うつ剤と数が増えていくんですよ。で、はい、ヘロイン、モルフェネの死亡者が900人だったんですね、2000年の。おー。で、そこから死者数が一気に倍増して、自動車事故3000人近く。はい、で、トップ2。2トップ、何かというと、はい、アルコールによる死亡5500人、はい、でナンバーワンセンターフォワードがタバコの喫煙による死亡が最大で105000人、一気に膨らむ。絶対そうですよね。その上位2位はもうお決まりです ね。だからアルコールっていうのはもちろん肝臓がんとか、アルコールでね、川に入ってしまったとか、いろんな死に方あると思うんですね。アルコールが引き起こす死亡なんで、はい、タバコがここまでとはね、肺がんとか含めてだろうけどね。確かにな。そう、それでいくと MDMA で死んでる人は本当少ないですね。でも、うん、渡辺さんのちょっとこれがね、お考えも聞きたいですけど、でもこれが面白いところで、逆になんですよ、うん、逆にほぼ最下位であるがゆえに、例えばもう MDMA での死亡事件で日本だったらね、ある芸能人の事件だったじゃないですか。ああ、ね、そうか。昔ね、そう、推しを学ぶ事件。そうそうそう、推しを学ぶ事件、その通りですね。これはなんで取り上げられたかっていうと、やっぱり MDMA をついた死亡事故って件数が少ないから、メディアにとってはもう格好の餌食なんですよね、うん、レアだから。一方、アルコールやタバコで死んでる人なんて日常茶飯事なんで、メディアが取り上げることも多分ないと思うんですよね、うん、はい。そうなってくるとやっぱこれ逆効果で、 MDMA の死亡が過剰に取り上げられるとちょっとおかしな、社会の中では正しい情報が流通することが抑圧されちゃうんじゃないかなというのは、ちょっと私の見立てとしてある考え方ですかね、ここ。いやー、でももう完全に同意になっちゃいますけど、うん、やっぱり件数少ないと目立つ、そうそう、メディアに取り上げやすい、うんうん、ね、この間、先日アパートの隣の隣人がタバコの吸いすぎで肺がんになって死にましたって、これニュースにしたところでって感じですもんね。そうですよね。本当に、うん、ねえ、なんてこったとはならないですもんね。確かに、いや本当その通りです。またあと、こう、なんていうんですかね、こう、左下的に、こう、日本人の集合意識が、やっぱもう簡単に形成されているので、うん、こういう、まあ、ドラッグと、もう、あえてここで言うならば、うん、ドラッグに対する、こう、意識が根強いから、まあ、煽りやすいですよね。あ、おっしゃる通りですね。ちょこんと投げかければ。そうなんですよ。うん、そうですね、本当そう、ね。この餌食というか。そうなんですよね。やっぱりそれも、そういう状況も含めて、まあ、サイケデリックス研究をするんであれば、やっぱそうした状況に対してもね、問題解決といいますか、対応策、これはね、やっぱり打っていく必要があるなっていうのは、ちょっと私も今日常々考えてたところですかね。うん、うん、そうですね。ですね、そうなんですよ。じゃあちょっとね、MDMA の話こう触れて、今度少し、残り15分間ぐらいで、メスカリンの話ですね。うん、おー、行きましょう。はい。これは渡さんどうでしょうかね。サボテンちゃんとかから取れるっていう、これも最初のうちは驚きますよね、うん、サボテンに幻覚作用があるサボテンがいるんだって。こう、まだ一番印象的なのはやっぱネットフリックスの中での話で、うん、この、ま、主人公の方、うん、ポー、マイケル・ポランのやつか、マイケル・ポランさんか、うんうんうん、そうそう、やっぱり私はこれは接種しないと決めましたっていう言葉がすごい印象的で、ほう、うん、なぜこれを、まあ、取らないと決めましたかっていうところの描写として、うん、まあ、このメスカリンはもともとその民族の儀式として大切にしてきた文化があるから、うん、そしてその数がやっぱりこうどんどんこう乱獲されてきたと、うん、
で、この乱獲によって、いや、また難しいと思うんですけどね、この民族の、なんていうんですかね、長というか、その長の人も、こういった自分たちが大切にしてきた文化を他の人にも享受できたらいいなという思いがあるとともに、自分たちの文化も長く長く続けていくためには、このペヨーテ、メスカリンが必要なんだという思い、この板挟みになっていくというところで、なんかこのメスカリンの効果効能ばっかりに、うはうはや、こう よだれを垂らしちゃダメだなと思いました。いや、面白い。すごそうみたいな。いや、今ね、2点大事でしたね。いや、まずは、まずおっしゃる通り、これ、ペヨーテのメスカリンの効果が注目されて、ね、まさにその、アメリカの南部の方で、こうしたものが取れる地域、南米もそうですけど、乱獲が起こってるんですよね。まあ、やっぱこれはその生態系を崩しかねないんで、まあ、やっぱそれはすごく問題かなっていうふうにこう思いますね。で、まあ、この渡辺さんがウファウファする気持ちやっぱりこう分かってて、でやっぱりそこで私は一つ力を発揮するのが、一つはやっぱ科学とテクノロジーの話かなと思ってて、それこそだからさっきのシルジンの貢献って、ある種メスカリンと同様の効果とかを作れるようなものをシンセサイズ合成するっていうことの意味って、やっぱそういうところにもあるんじゃないかと思うんですね。自然物はやっぱ数限りがあるんで、そうしたものを守る意味でも同じような効果を持つ薬をきちんとした手順で作っていき、いろんなフェーズできちんとその効果を検証していく、やっぱこれが私はサイエンスの力だと思うんですよね、貢献として。でも渡さん、ここですごくいい話が出てるなと思ったのが、これ最近私も知った言葉なんですけど、アントラージュ効果って聞いたことあります？アントラージュ、はい、はないです。それはあれですね、あのブラジルサッカー代表のジーコが来てね、その上昇軍団を作ったっていう、あの鹿島アントラーズ効果じゃないですよ。え、今そう本当にもうまさに言おうとしたんですけど我慢した自分が言いました。ちょっと混乱しましたね。いや、すみません、リスナーの中には結構サッカー好きの方もいらっしゃるんで、アントラージュとアントラーズ効果をちょっと今ね混ぜて強引に説明しようと思いましたけど、アントラージュってもともとこれフランス語なんですよ、アントラージュ。はい。で、側近って意味なんですね。近くにいる護衛さんとか、守ってくれる人って意味なんですよ。で、はい、通称じゃあ、側近効果っていうことなんですね。で、アントラージュ効果って何かっていうと、結構食物理論とかで言われている、その植物全体を食べて初めて効果があるっていう。はい、つまり、植物から人間が人工的にその成分を取って、本当に果たして同じ効果が出るかっていう。もっと右下証言の概念適用すればシステム理論の考え方ですよ。全体は部分の総和ではないっていう考え方を採用すれば、自然からなんか人間が勝手に手でちょこっと取り出して、それ本当同じ効果なんのっていう、それを検証するのが、まあアントラージュ効果と言いますかね。まあアントラージュ効果というのは基本的には部分と全体違いますよっていうね、全体と部分の総和が違うっていうことなので、まあ、それをこう加味しながら化学者たちは頑張るんでしょうね。ペヨーテと同じような効果を自然物から抽出してなんとか作っていくっていう。そうなんですよ。だって基本的にね、そう、サイエンスの本質って抽象化、アブストラクションなんで、いろんなものから本質を抜き取らないといけないんですね。でこの抜き取るっていうことが諸刃の剣で、下手するとアントラージュ効果を生み出しかねない。つまり部分の総和と全体が変わっちゃう可能性があるんですね。難しいんですよ、抽象化するって。すごい。あ、科学の本質ってそこにあるんだ。そうです、科学の本質、その通りですね。まあ、法則。いや、初めて聞きました。いや、科学は本当に雑多な現象とか、自分が着目している現象から一つは法則を見つける。カート・フィッシャーの言葉でいけば、プリンセプを、原理原則を見つけていくことなんで、抽象化なんですよ。アブストラクションなんですね。で、もっと、もっと言えば、科学者がやらないといけないのは、本質を骨抜きにしない形での抽象化ですね。ほうほうほう。だから本質を骨抜きにした抽象化をしてしまうというのがアントラージュ効果が発生してしまうってことですよ。生成したものともともとちゃうやんって。なんでって言うと、本質を骨抜きにした抽象化をそこでしちゃったからですよ。でも本質をちゃんと含んで抽象化すれば、シルジンの作ったようなもの、まあ、200種類あるんですけどね。200種類以上あるんですけど、そのうちの一つが MDMA で、
まあ、メスカリに類似してるのはちょっと MDMA じゃないようなものだと思いますけどね。うん。はははは。そう。これは面白い効果ですね。アントラージュ効果。いやー、なるほど。で、その他、ちょっと肥大証言と絡めてペオーテ。私は、うん、あのペオーテは一回もドリンクとして飲んだことはなくて、ただお仲間のサンペドロですね。はい、これは、西海岸でのシャーマニズムの儀式で、まさにこれ宗教上認められている形でシャーマニズムの儀式に参加した時に飲んだことがあるんですよ、サンペドロ。事前に言われてなくて、シャーマンのワークショップ参加した時、私はてっきりアヤバスカが飲めるものだと思って期待して行ったんですよ。そしたら、あれなんか効果違うぞと思って、なんかみんなサンペドロサンペドロって言ってると思って、あれと思って、まあ、でも怖くなかったですかそれ。でも一回体験してよかったですね、サンペドロは。あ、そうですか。うんうん、ちょっと細かな話でいくと、ペヨーテもサンペドロもメスカリンが含まれてるんですよ。はい、結構違いがあって、ペヨーテはまさにネットフリックスの動画とかであったように、吐き気とか思い起こすんですね。ちょっとネットフリックスの動画でなかったかな、別の動画かな。吐くことによって浄化させる力があるんですね。一方、サンペドロはもっとマイルドで、うん、私アヤバスカだと思って飲んだんで、あれ全然吐き気しないじゃんと思って、うん、ありがたいなと思ってて、サンペドロはもっとマイルドなんですよ。はい、吐き気もしないし、メスカリンによるそのビジョン知覚効果もマイルドなんですよね。うん、そうそうそう。なので私はサンペドロの1回の体験、あれはすごく自然とのものすごく深いつながりを体験できた、あれは良い体験でしたね。ちょっと期待してたアヤバスカと全然効果違ったけど。はあ、そっか。じゃあまあなんていうかね、LSD、シロシビンみたいな、シロシビンも LSD もこう自然との調和っていうのは、一切なかったですよね。シロシビンはありえますね。シロシビンやっぱりキヨコなんで結構感じやすく、うん、LSD も感じられる人はいるんですよね。へぇ。やっぱり自我のもうポイントは、メスカリン、シロシビン、LSD のポイントって、自我のバウンダリー機能の溶解なんですよ。うん、ということは、自我の境界線が解ければ何とでも一体化できちゃうんですね。 そうか。それは自然かもしれないし、うんうんうん、宇宙かもしれないしっていう話。はい、で、私はなんかこう自然物のシロシビンサンペドロの方がやっぱ摂取した環境が良かったですね。リトリートでヤンムの、あれすごく、私もびっくりしましたね。なんか大木と一体化してる自分がいました。サンペドロ取った後に、なんかシャーマンの人がウォーキングに行こうって言って、はい、私部屋でゆっくりしたいのなとか思ってたんです、最初ね。うんうん、でもなんか行ってみたらよくて、あ、なんかでっかい大木見つけて、撫でてる自分がいて、気づけばね、抱きしめてる自分がいて、で、気づけば意識がなく、意識がほぼほぼなく、その木と一体化してる意識があったっていう。あれはすげえ、すごく体験として私は良かったですね、サンペドロ。あれ、これサンペドロの場合は、じゃあ、なんていうんですかね、深さが、うん、シロシビン、まあでもこれ、ドースの問題かもしれないですけど、うんうん、まあ、ハイドースのシロシビンと比べたら、意識状態っていうのはもう結構ある状態なんですね。そうですね、そうですね。コントロールものすごくしやすかったですね。で、目閉じたら深く入れて、自分で委ねれることができます。自我の境界線を溶解させる、境界線があるんで、そこを越えていって、私は木と一体化する選択しましたけど、別に自我の形残しててもいいんですよ、目開けて。すごいな。なんかこう、なんか自我のこう、境界線、境界線って言ったら、なんか、よっこいせって乗り越えるような境界線みたいな、なんか感覚でしか境界線を捉えたことがないんですけど。渡辺さん、ありがとうございます。もうめちゃくちゃいい、はい、めちゃくちゃいい、もうさすがビギナーズマインドをちゃんと持ってらっしゃいますね。私も言われてハッとしましたけど、うんうん、私やっぱ最高の音ですね。はい、もうですよ。こういうのは心理公開者として、確かに経験があるからこんな簡単に言ってるけど、うん、確かに、はい、そんな簡単な話じゃないですね、境界線。ちょっと教えてください、境界線って何ですか。はい、あ、自我の境界線。はい、まあ、自我の境界線はこう、なんていうんですかね、あ、まあ、わかんない、もうこれが言語化していただけるなら大変助かりますし、ね、それを超えるってのも何ですか。これがね、さすが、もう、はい、そういう探求心、太田さんが哲学者に見えてくる。これでも真面目な話、自我の境界線はまず存在論的オントロジカルに存在してるし、認識論エピステモロジカルにも存在してるんですね。まずエピステモロジカルでいくと、簡単な話、渡さん今こうやって話してるじゃないですか、はい、私と、はいはい、私と渡さんでやっぱりこれ違う存在だって渡さんちゃんと認識してますよね。確かに、はい、私もこの瞬間認識するんですよ。それがまず認識論的なバウンダリーで、
例えば、うんうん、渡るさんがさっきよだれ垂らしてそうって言いましたよね。なんかよだれ垂らしながら、うんうん、iPad 自分かわいいとか言ってペロペロって舐めたりしてます。自分じゃんって慣れたりします？しないですよね。今んとこしないですね。はい。今んとこね。で、これなんでしないかっていうと、ちゃんと自我が働いてて、自我がちゃんと自分のテリトリー分かってるんですね。こっからここまでは自分として認識できるセルフイメージだよ。でもそっから外は違うよっていう。だから、石ころ加えないし、iPad ペロペロしないし、加藤陽平と自分を区別できてるんですよ。ところがどっこい。ほう、ところがどっこいエドモンド・ホンダでいきますと、この境界線っていうのが、これがよく仏教とか宗教がちゃんと言ってるんですよ。この境界線っていうのがですね、虚構なんですよ。フィクションなんです。やば。自我がエゴが単に便宜上作っているだけで、社会生活上営む上で大事なんですね、これね。でもこれがね、自我が作ってるから、じゃあ自我の機能を緩めたらこの境界線が消えるんだわ、解けるんだわ。そうなんですよ。そうなんですよ。はあ。あれ？じゃあ今、ちょっとごめんなさい。今のその話もっとこう深掘りして聞きたいんだけど、同時並行的に聞きたいものが、その自我の妖怪っていうのは、メスカリン、LSD、シロシビによって、その妖怪の、なんですかね、タイプが違うってことなんですか？ああ。これがね、いや、渡辺さんね、もう本当科学者にも哲学者にもなれるね。正直これミリオンドラクエッションで、私もそこは分かんないんですよ。一括りにみんな、皆さん、バウンダレスエクスペリエンス、エゴバウンダレスって言うんですね。うん、でも、うん、なんか違う可能性もあるんですよ。今のところ分かってないんですよ。科学者も哲学者も、一括りにして、抽象化して、エゴ妖怪現象って説明してるけど、ひょっとしたら LSD、シロシビン、メスカリンもやっぱ物質が違うから、なんか違う可能性があって。で、なんか違う可能性っていうよりもあると思うんですよ。やっぱサイエンティフィックに見れば。渡辺さん、これオタワで研究して発見したらやばい研究成果です、これ。よし、やろうやろう。これね、これ分かったのに本当にやばいと思います。私も今まで注目してなかった。それ。一般化しちゃってたから。いや、でもなんかちゃうな、多分。いや、渡辺さん、それすごいよ。まず多分、脳内現象としてもなんかちょっと違うだろうし、よくよく言われたら自分の経験を思い出してみると、現象学的体験としてやっぱ LSD、シロシビン、メスカリンの自我妖怪現象でやっぱちょっと違うね。アヤバスカも含めてやっぱ4種類違うな。なんか違う。なんかこう、ただ単にこう吐き気があるなしでない方を選びますっていう選択ってもう多分絶対ないじゃないですか。そうっすね。そうっすね。うん。確かに。副作用がないやつとか多分そのなんかお薬選ぶ感じじゃないから、これは。うん、うん。何かこう、ね、自我がある中での選択、その後の境界線のなさっていうのは許容できるとしても、うん、いやなんか興味がありますね。いや、いいっすね。ちょっと今のところ面白くて、そっか、副作用ね、そうね。あ、これもでもあれですね、渡さんがまた結構いい思想をお持ちですね。私からするとこれってある種スピリチュアルメディスンなんで、ほうほう、薬を選ぶような感覚で摂取してもいいと思ってるんですね、うん、むしろ。おえ、うんうん、で、いや、私はそれ聞いてハッとさせられましたね。やっぱ自分はやっぱスピリチュアルメディスンとして、例えば5つ選択肢がある中で何を選ぶかっていうふうに選んだ時に、吐くことが大事な時期ってあるんですよ。つまりなんか悪いものを摂取してて、その腸管、胃の管とか腸の腸管とか気管支とか含めて、それ一旦きれいにする意味で吐く行為って大事なんですよ、解毒として。はいはい。でもこんなものを毎回、うんうんうん、毎月毎月吐いてられんしという、でその選択肢でアヤワスカとかペオーテとかはちょっと私普段の食生活今すごくいいんで、別に摂取する必要ないかなっていう、その浄化として。なるほど。そうなんですよ。なので一応目的に応じて薬を摂取するような、スピリチュアルメディスンを摂取するっていう観点で選んでもいいと私は思うんですよね。もしかしたら私もちょっと今捉え方が違ったかもしれません、私と。うん、いやでもこう今のお話すごい理解できました。でそこと絡むお話で、私さんもう一個だけちょっと教えてもらっていいですか。自我の妖怪と、なんか二つ言おうとされてましたよね。あ、そうですね。まあ、うん、お薬の感じで選ぶんじゃない、選ぶのは違うと思いますっていうのが、まあ一点目の僕からのこう、うんうんうん、投げかけで、もう一つが、自我の妖怪がそれぞれ、まあ
メスカリン、LSD、シロシビニ、まあ、その他のものによって違うんだったら、どうやって自分がそれぞれを選択しようかなと。なるほど。うわ、これはめっちゃ深いね。これおすすめだよって言われて、はーい、わかりましたって言うのって、なんかこう、もしそういった機会がね、今後、いつかどこかであったとしても、なんかそれ安易だなっていうふうにちょっと今思いました。最後の最後まで選択は自分で残しといて、まあ、何かあったとしても、まあ自分という責任感に帰属させたいというか。なるほど。すごい、大変素晴らしいですね。これは実践者として大事なトリス、それね。ああ。それでいくと、いや私もそれはその問いかけを早く持っておけばよかったなって思うぐらい、やっぱり最終的には例えば5つぐらいテーブルに並んだ時にこれやっぱりですね、体験してみたら分かるところあるんですよね、正直。いやそうですよね、きっと。そう、最初は本当にこうしっかり勉強し安全な環境でまずは一通り自分に体験してみないと、その時々に何が適切かって選べないと思うんですよね。そっかそっか。だから今一つはしっかり勉強して一通り体験してみるっていう、これまあそんな簡単に言えることじゃないですけど。そう、特に日本だったらね、もう法律に引っかかるから簡単に言えることじゃないですけど、でも勉強してちゃんとしたレギュレーションの国で地域で接種してみるっていうのは一つ。でもあとは別に5つ並んだ時にもう思想です。最後はサイケデリックスに関する己の思想があるかないか。私はもう結構シンプルにキノコと植物と菌類が好きなんですね、自然物が。そういう観点からやっぱり人工的なものはもう最後の最後っていうか、もうまずは選択肢から離れていくんですよね。そっか。そう、というこれはちょっと自分なりの自然神秘主義的な発想が私にはあるんで、ナチュラルなもの、特に白ジビンキノコとかね、愛用です、ね、はいはい、そうそう、そうなんです。それで最後渡るさんのちょっともし傾向を見えてたらね、どんな感じなのかなと思って、さっきペヨーテでよだれ垂らしそうになってたアトルさん。サボテンは育てている日本でも。確かにな。いやーでも本当ペヨーテ白シビン、確かに。いやでも人工物っていう、どうなんだろうな。でも薬と考えたら全部人工物だしなっていう風な思いもあるんですよね。うんうん、お薬っていう人工物、白シビン、メスカリン、まあでも MDMA、LSD はないのかなっていう感じかな。ちょっとね、一般で出回ってるものは怖いですもんね、 MDMA、特にね、 LSD もそうですけど。そうっすね、なるほどな、確かにね。うんうん、まあ、まだちょっとこう選ぶは何もまだ持ってないですね、はかりがないというか。そうですね、うん、そうそうそう。だから本当に今渡さんすごくいいプロセスを歩んでおられるなと思うのは、やっぱそういう自分なりの基準ですよね、はかりを作っていくための、物差しを作るための実践がまさに勉強するっていうことなんで。で、私も渡さんとこうやって話をさせていただくおかげで、自分なりの物差しって何なのかが見えてきましたし、物差しがやっぱ磨かれてるんですよね、間違いなく。そう、細かな単位で見れるようになってくる、これがやっぱりもう学習ラーニングの良さですよね、本当ね。うん、でこんななかなか一人じゃね、本当勉強しづらいエリアだもんね、これね。これはですね、ではちょっと小田さん、気づかない間に今日もう63分どう迎えましたんで、ちょっと今日もですね、クロージングの一言ちょっとお互い述べていきましょうか。はい、では本日は相談の方から失礼いたします。はい、皆さん本日もお聞きくださりありがとうございました。前回もですね、こうまとめの言葉として述べさせていただいたことと重なるんですが、やっぱりこの右下証言としてのこのサイケデリクスを扱うという点、ここはもう本当に非常に注意深くしないといけないので、まあ、何度も何度もこう安易な気持ちっていうのをこう払拭しないとなっていう思いがあるとともに、まあでもそれを言っている右上はちょっとドーパミン全開になってる自分もいるなっていうのがまあ確かなんですよね。すごい、ドーパミン全開。そうそうそう、ちょっとこう、心は熱く、頭はこうひんやりめでちょっと望んでいければなというふうに、思いました。またですね、今私がこうカナダの大学院でこの勉強をちょっと本格的に調べてみたいなというプロセスも
今同時並行で行っているので、その点もまたどこかの機会でお伝えできればと思います。本日もお聞きくださりありがとうございました。素晴らしい。加藤先生、いかがでしょう？ありがとうございます。リスナーの皆さん、そして渡さん、本日もですね、どうもありがとうございました。まあ、私にとっても今日はですね、冒頭インテグラルのお話をさせていただくことがこうできて、ちょっとこう何かいい口直しになったんじゃないかなと。最近やったらとサイケデリックスとね、そうでしたね、うん、ケイン濃すぎ話がたくさんあったんで、濃すぎる話、ちょっとこうそれも薄める意味でもインテグラルの話を20分間ぐらいできたっていうことはなんか良かったのかなと、まあ、このような形でですね、まあ、今後もホテルさんと私の今の関心はサイケデリックスにありますが、インテグラルルーンや成人発達のこう観点というのは常にこう忘れず持って、おきたいものですので、これらの理論の話もできたらというふうに思います。ではですね、もしよろしかったら振り返りのセッションもお付き合いいただければと思います。今回もどうもありがとうございました。ありがとうございました。